赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。諸葛亮殿、君たちの協力には感謝している。いや、率直に言えばこの勝利君の英知あってこそだ。恐縮です、周家殿。この赤壁での勝利こそが好機。我らはこのまま慶州へと進攻するつもりだ。曹操の軍は遠征を続け疲弊している。逃げおおせたところで十分な体制は整えられまい。今ならば一気に慶州を掌握できるだろう。諸葛亮殿、君たちはどうするつもりだ。周瑜殿は孫吾の孫権殿の天下を実現すべく戦っておられます。そしてそれは私も同じこと。劉備殿を王者とすべく万事を整える、それだけのことです。何を考えている、諸葛亮殿。恐れながらつまびらかには申し上げられません。ただ一つ言えるとすれば、天下三分、それが今私が目指していることです。では周遊殿、またお会いしましょう。天下三分だと、諸葛亮、貴様もまた体型を描いているのか。曹操は赤壁で散々に打ち負かした。これからは俺たち孫吾の時代だな。うん、それはいささか流行りすぎであろう。そうですね、打ち破ったとはいえ曹操の軍は未だに強大です。その力を完全に費やさせるには時がいるでしょう。乱世はまだ終わらない、そういうことか。そんなに暗い顔をするな、ジョセ。まだだとしても俺たちで終わらせればいいんだ。その通りだ、主膳。周遊殿、赤壁での勝利こそ攻勢へののろし、いわば本当の戦いはここから始まるのだ。そしてそこにはお前たち若き将の力が不可欠。知勇を研ぎ澄まし次なる戦いに備えてくれ。次なる戦い、もうすでに決めておられるのですね。ああ、我らは慶州南軍を攻め落とす。皆には私と共に南軍攻めに加わってもらいたい。南軍を守るのは防衛戦に長けた総人だ。一筋縄ではいかん相手だぞ。何の、お任せください。どんな奴であろうと俺が燃やしてみせますよ。周遊殿、次の戦は劉備との共同作戦ではありませんね。そうだ、今回は我ら孫吾のみで戦う。もともと攻めきた曹操を倒すために手を結んだだけ、それが終われば命など形だけのものとなろう。事実、諸葛亮はすでに慶州で動き始めている。おそらくは我らに先んじて慶州を奪うつもりだろう。抜け駆けか。赤壁での戦果を考えれば
慶州は孫悟が領して叱るべき地、劉備に渡すわけにはいかないだろう。なるほど、敵は曹操だけではないということですね。劉備、いえ諸葛亮なる方にも警戒が必要です。そうだな。だが今は南軍を取ることに集中するぞ。曹操軍は手負いとはいえ未だ強大なのだからな。諸葛亮の動きは石膏に探らせよう。奴らよりも早く慶州を制さねばならぬからな。この戦で南軍を攻略し天下二分の行使とする。皆奮戦し孫悟に勝利をもたらすのだ。孫権様、出立の準備は整っています。ああ、分かった。蓮氏、いつもすまないな。ねえ、あの二人最近ちょっといい感じだと思わない？ええ、理想の主従と言えましょうな。そうだな、蓮氏殿は腕も立つし殿のおそば役として言うことなしだよな。そういうことじゃなくて、うん、もう誰か分かってくれないかしら。それにしても本当に羨ましいな。私にも誰かいい人が現れてくれるといいのに。なんと、姫様がそのようなことをお考えとは。いずれ姫様にも誰かの元へ嫁がれる日が、考えただけでも泣けてくるわい。さて、殿の準備も終わりそうだし、俺たちも南軍攻めに加わろうかな。あ、帝府殿、どうしたんだ。今日はえらい無口だな。どうも落ち着かぬのだ。近頃周囲が気負いすぎているように見えてな。敵に足をすくわれぬかと気が気でない。ほう、帝府殿が周囲を心配するとはの。お主も丸くなったものよ。あやつは今や孫悟の要たる大都督、ここで倒れられては困るのだ。素直じゃないな。おけど帝府殿が言うなら俺たちも気にしておくか。孫悟にとってはこれからが勝負どころ。周遊殿を失うわけにはいきませんからな。そうね、帝府が心配しすぎなだけならいいんだけど。あ、ほらみんな不安な顔してちゃダメよ。心配も必要だけど元気出していきましょう。さあ、南軍攻めに出発よ。作戦は今伝えた通りだ。我々は周遊殿と共に南軍攻めに加わる。それは分かりました。で、なんで俺がこいつと一緒なんです？両毛殿、いちいちうるせえな。ごちゃごちゃ言わねえで戦えばいいんだよ。は？おいおい、冗談だろ。親の仇と仲良く肩並べて戦うやつがいるかっつうの。まだんなこと言ってんのかよ、小せえ野郎だぜ。やめんかバカ者。二人で力を合わせようと殿に言われたことを忘れたか。ふん、やれやれ、先が思いやられるな。だがこの二人を御すのが俺の役目か。今劉備軍が慶州にいるとの報が入っている。これが事実ならば諸葛亮は赤壁の戦にとどまらず慶州奪還にも我々を利用するつもりだろう。奴らの思い通りにはさせん。南軍、そして慶州は我々孫悟が制するぞ。慶州を得るため高陵にいる宗人を撃つ。気を抜いては、あれは、あれれ、味方が走ってきてるよ。ねえねえ、どうしたの？何か困りごと？
周遊様、敵将の矢で負傷、直ちに救援が必要です。周遊様が、早く助けに行かなきゃ。なんとか間に合ったか。急ぎ部隊を再編成し援軍に回せ。船が故障してしまいました。このままでは使えません。修理に使う材料も足らず、よろしければ集めてきていただけませんか。修理に必要なのはこちらの材料です。よろしくお願いします。ありがとうございます。おかげで船を修理することができました。これで船を出せます。いつでもご利用ください。うん、上々の結果だな。堂々たるものだな、ロシュク。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。一撃はお前の急所を貫いている。これ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。すまん、まだ終われぬ。今夜戦後のためにも進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。来たよ。来た。今は勝機をつかまねば。敵の狙いはこの地と見た。若者、守備を固めよう。バケンドロ、
この地を狙う。ついてこい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。宗神殿の御為、ここは抜かせん。鋼のごときその中遊、見事なものよ。だが、それがしも殿のため、引くわけにはいかぬ。私の知略が破れようとは。敵将討ち取ったり。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。俺に任せろ。これでいいだろう。敵将討ち取ったり。堂々たるものだな、ロシコ。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。死を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。この一撃。敵将討ち取ったり。なんだ、いっちゃえ。守りきれなかった。宗神殿、お許しくだされ。終わりよければ全てよし。将来を嘱望される逸材よ。馬がご入り用で、またお待ちしてます。Yeah!
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。今が好機！
これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。さすがはロシク殿、この活躍に学ばせてもらいますぞ。ここに来ると思ってたぜ。これ以上は進ませません。捨て駒となっても私が止めます。上陽からの援軍が止まった。嫌な感じはしてない。ここに来て援軍が途絶えると厳しい戦いになりそうです。俺に任せろ。これでいいだろう。よし、直ちに守備配置にして来たる戦闘に備えるのだ。敵の勢いを止められないと申し訳ありません。お、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。はっ、はっ、はっ、止められなかったか。光陵はどうなる。いや、今度ばかりは発電欲しいぜ。敵将討ち取ったり。悪いよければ全てよし。直ちに守備配置につけ。
来たる戦闘に備えるのだ。思いつけてくれ。真の三国無双だ。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。なんという武勇。敵将討ち取ったり。筋金入りですな。見習う所存です。安心せよ、我ら孫悟が制した。これで早々に対抗できますな。周瑜殿、天下二分への道開かれましたぞ。そうか、この命を懸けた甲斐があったな。
大変です。我らが南軍を攻略中に劉備軍が慶州へ侵攻。武陵、長沙、霊陵、慶応の4軍が劉備の手に落ちました。何？おのれ諸葛亮、卑劣な策を露し慶州を奪うとは。落ち着け周遊、たけっては傷に触る。我が身の傷など孫悟が失った気に比べれば何ほどのこともありません。主がいいのだ。今はお前自身の身を問え。殿、申し訳ありません。よろしく。すまない。道半ばにして全てを君に託さねばならない。ああ天よ、あと一手、尊王の天下のためあと一手打たせてくれ。周囲、周囲殿、周囲を